先月29日に発表された春の叙勲で、坂戸市で消防団長を務めた関口正雄さんが瑞宝装甲賞を受賞しました。喜びの声や消防団にかける思いを聞きました。いろいろな人の今日までの、協力や指導があってね、自分一人でいただけるもんじゃなくて、それはもう本当に皆さんに感謝しているっていうのが第一ですね。関口正雄さんは33年にわたって地域の消防団員として活動し、住民の命と財産を守ってきました。1971年、当時の坂戸町消防団に入団。1994年から10年間、消防団長を務めました。ただ、入団当初は戸惑いもありました。私は初めね、消防に入るのを断ってたんですよ。でも昔のこの消防地域のこのしきたりっていうか、もう長男に課せられた義務だっていうんでね、制服を玄関に置いていかれて、何月何日これを着て来いと、朝早く出てこいって言われて、双方の練習ですよね、それの手伝いとかね、まあ変なところ変な団体に入っちゃったなっていうのが本当第一ですよ。それでも技術を高めようと努力するうちに、次第に活動にのめり込んでいきました。消防に入っていろいろ双方大会だとかね、そういうのに出場して、でやっぱりよその隊より劣るわけですよ、自分の隊がね。まあ、そういう中でやはり仲間が、じゃあ今度は頑張ろう、今度は頑張ろう、今度はじゃあ違う優秀隊を見に行こうとかっつって、やはり努力に努力を重ねてるうちに、その消防っていうのにこう魅力を感じてきたって言いますかね。さまざまな災害現場に直面してきた関口さん、出動した回数はこれまでに1300回を超えます。中でも強く印象に残っていると振り返るのが、1999年に起きた大雨です。市内に大規模な内水被害をもたらし、活動は困難を極めました。堤防が決壊したんですよね、北浅間でね。その時にどこを通っても行けないんですよ、橋の下冠水しちゃってて、鶴ヶ島の方から諸経由を回って行ったっていう記憶と、土のうを担いで歩いたと、90人ぐらい避難したかね当時。また豊富な知識と経験を生かして、後進の育成にも力を注いできました。消防演習などを通して団員の技術の向上に努めています。一方、近年は消防団員のなり手不足が課題となっています。県内の消防団員は去年4月1日の時点で13,332人でした。7年連続で減少していて、統計が残る1951年以降では最も少なくなりました。減少傾向に歯止めをかけるため、県は魅力を広く発信しようと、去年専用のポータルサイトを開設しました。関口さんは、地域の災害に対応するためには消防団員の力が欠かせないと、行政や地元住民に協力を求めます。一番この地域にのことをよく知ってるのが消防団であるっていうことは、もうこれはもう絶対にもう間違いないと思いますよね。減少するんじゃなくてね、やはり最低基準の定数はね、確保していただければっていうのはやっぱり思いますよね。まあそのためにはやっぱり会社関係だとか、いろいろな周りのそういった団体さんだとかに協力をいただかないと、なかなか難しいんじゃないかね。消防団の後輩たちには、自分が
地域防災の担い手であることに誇りを感じてほしいとエールを送ります。自分たちの町は自分たちで守るんだっていう、そういう気持ちを忘れず、隊員になったからにはとか、そういうんでやっぱり頑張ってもらいたい。